らは千葉県警察です。松戸周辺の交通情報をお知らせします。国道14号線下りは京葉道路幕張インターチェンジ入り口付近を先頭に船橋市港町交差点付近まで1キロ以上断続的に渋滞しています。県道船橋阿鼻子線船橋方面は船橋市鶴ヶ台付近を先頭に船橋市金杉付近まで断続的に渋滞しています。県道船橋阿鼻子線阿鼻子方面は柏市大島田付近を先頭に柏市深崎付近まで流れが悪くなっています。県道市川松戸線市川方面は市川市河野台付近で流れが悪くなっています。以上、交通情報をお知らせしました。